様こんにちは、ミニス南セールスコンサルタントの神田です。今回は、第12弾となりまして、ミニの便利な装備ミニコネクテッドについて解説します。ミニコネクテッドはですね、ミニの通信機能とアプリを使ってさまざまなサービスにアクセスできるツールです。現在発売中のミニでは1ではオプション、それ以外は標準装備となっております。ミニとのですね生活がより楽しくなる機能です。はい、それでは実際に車に乗り込んでみましょう。はい、それではですねまずこちらの天井をご覧ください。こちらの SOS コールボタンがついているのがミニコネクテッドのついたモデルの特徴です。このボタンはですねエアバッグが展開するような、深刻な事故が発生した場合、車両から自動的に SOS コールを発信します。はい、そしてですね、コールセンターの音声接続とともに、車両の情報をはじめですね車両の位置情報や、衝突の状況、エアバッグの展開状況といった情報もデータとして同時に、コールセンターに送信されるため、事故の衝撃でですね例えば意識を失っている場合でもスピーディーな、救急対応が可能になります。また近くでですね事故が発生した場合、それが緊急を要する場合でしたり、車内でですね急病人が出た場合にでもですね必要に応じて、手動でボタンを押していただくことでコールセンターに連絡することもできます。はい、そしてミニオンラインです。車載されている通信モジュールを利用して、車内のコントロールディスプレイ、こちらのディスプレイですね、最新のニュースや天気予報を確認することができます。早速ニュースを見てみましょう。このようにですね経済、スポーツ、エンターテインメントなどジャンル別に最新のニュースの観覧ができます。またですねこのように、ニュースの読み上げの機能を利用してですね走行中でもニュースを聞くことができます。通勤時間などですね忙しい合間を縫って確認するのは、すごく便利だと思います。またですね天気予報も現在地や目的地、それ以外の検索した場所の天気を観覧できます。これでですね例えばドライブ中でもこれから行く娯楽地の最新の天気も確認できますし、楽しくですね予定が立てれると思います。はい、さらにですねミニのドライバーサポートデスクという機能ではミニ専用のオペレーターとですね車両の、電話機能を利用してですねさまざまな問い合わせが24時間可能になります。また、オペレーターから車両のナビゲーションシステムに、目的地を送ってもらって即座に設定することもできます。ここからですね実際にディズニーランドまでの道のりを設定してもらいたいと思います。それでは実際にやってみます。こんにちは、ドライバーサポートデスク担当室の大田と参ります。すいません、ここからですね目的地でディズニーランドを設定してもらいたいんですけれども。かしこまりました。ただいまお送りいたしますのでお待ちくださいませ。はい、お待たせいたしました。はい、今東京ディズニーランド駐車場をお送りさせていただきましたので、はい、画面が切り替わりましたら目的地の設定をお願いいたします。はい、ありがとうございます。はい、恐れ入ります。間もなく切り替わります。あ、今切り替わりました。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。どうぞお気をつけていただきませ。はい、はい、ありがとうございます。はい、今ですね、ドライバーサポートデスクから、車両のですねナビゲーションシステムに目的地を送っていただきました。これで目的地に設定をしていただきますと、目的地が設定されます。はい、いかがでしたでしょうか。ミニコネクテッドにはですねたくさんの便利な機能があります。続きは第13弾で解説させていただきます。
ミニコネクテッドについてわからないことございましたら、私がご説明差し上げますので、ぜひミニ杉並まで遊びにいらしてください。それでは、次の動画でまたお会いしましょう。ミニ杉並神田でした。